はいはい。ですね、今、西馬内かな、盆踊り会場来てます。すごいね、こんな住宅街でやるんだね。その割には、まあまだ写真撮ってないけど、なんか有料駐車場がいっぱいあるんよね。多分空き地を持ってる人はやってるんだろうね。うん。有料駐車場みんな1000円だよね。なかなか利権だわ。まあ一応ですね、ここで、まだね、時間が早いですね。まだ規制が入ってこないんで、どうなんだろうね。まああいにくの雨なんで、ちょっと残念だけれども、まあ、今日はね、夜の11時まであるらしいよ。なんでまあちょっと見れるとこまで見て、帰りますわ。そうですね、これが会場らしいよ。すごいね、大マイキーだ。盆踊り始まりますよ。もう始まるくさいな。さあ、お土産いかがですか。まあ、始まったらここは履けなくちゃいけないけどな。もうそろそろ規制が入るんで、まあちょっとどこら辺がいいのかわかんないけど、結構ね、規模が小さい割にはなかなか人が集まってるんだよね。どこら辺なんだろう。ちょっとここら辺探索して回りますわ。あ、もうここからホコ天になるらしいね。っていうことはここか。この通りが、あれか。あ、警官の待機してる。この通りがあれになるのか。え、で、あ、ここはダメか、いちゃいけないのか。これ踊り子出入り口になってる。多分地元のカメラマンが構えてるからここだな。おお、ここだな。すげえな。なんか、松明っていうか、ボンファイアっぽいのがある。すごいな。どうなんだろう、有料席って。あ、あれか、有料席っていうか、ザ、これか。で、あとあるな、通り抜けできないところがあるから、まだここ歩けるくさいね。なるほど、ここが、ここで踊り子さんが踊るんだな。ここで踊って、ちょっと松明がある。あ、なるほど、このマルチで覆われたのが有料席か。まだこっちとか、ここら辺が有料席か。なるほどな。通り抜けできないってことは結構遠回りになっちゃうだろうけど。ああ、いいな、ここ。あ、なるほど。これ有料席だな。すげえな。結構ね、有料席多いよな。秋田の祭りって結構ね、こうやって有料席が多いよな。それで、それほどの、まあ、それほどの、ね、ではないんで、ほとんど有料席だよな。あ、すげえ、ここも有料だわ。もうそろそろ履けないとダメだな。で、ここは？あ、で、踊り子さんの待機位置で、ここが、
やっぱね、屋台村臭いね。おお、あ、いいね、屋台村だ。 B 級グルメで有名だよね、横手焼きそば。でもこれね、あいにくの今日は雨なんだよな。これがまあずっと雨の中でも今日こうやるっぽいな。なかなかね、雷雨予報だからな、そこら辺は心配だけど。あー、でもなかなかちゃんと祭り仕様になってる街並みだよね。バリバリ図書館とか。あ、これ図書館だわ。何これ、日本史か、すげえな。これにマツケンさんもね、連れてくればよかったかな。出店いっぱいあるから。はい。そしてね、まあ至る所に盆踊りの座王があるんだけども、これ盆踊りで踊る人、男の人かな。なんかね、覆面っぽいよね。あ、見づらい。なんでなのかな。ああ、なんだ、見づれえな。そう、なんかね、覆面かぶってんだよな。なんでかがわからん。ちょっと憂鬱な顔してるぜ、ボーイ。でもこの傘って何なんだろうね。はい、時間がね、7時半からだったっけな。まだあと1時間ぐらいあるんだけど、いやー、雨止まないんよ。雲の切れ間は見えてんだけど、雨止まないんよな。雲は薄いから、もう晴れてもいいとは思うんだけど、全然ね、止まない。これだとね、まあ今ここで見ようかなって感じですね。踊り子さん出入り口のある、まあ多分ここは踊り子さんの待機所なんだろうね。うん。まあそんな感じでちょっとここで待機して見てみますわ。はい。おー、雨は全然止まないけど、有料席のブルーシートが畳まれ始めましたね。っていうことやるのか、外で。でもさ、めちゃくちゃさ、こう、光ってんだよね。ちょっときついかもしれないね。まあ、ちょっと早く帰れるように、ちょっと一番向こう行こうか。はいはい。今ね、あそこの有料席の、お囃子が始まりましたね。で、やるってさ。まあ一応雨も収まったんだけど、なんか雲がね、暑くなってきてるからちょっと不安だよね。かなり今日、まあ最終日だからつって強行するっぽいよね。で、今日は11時まで踊りっぱなしらしいよ。悲しいよね。だからこう、踊り子さんにとってはこう、階級盆踊りみたいな感じだよね。ちょっときついな。だってこれ、通路が分かりづらいんだけど、これの、あそこがですね、有料の中で最も高い席と思われる、場所です。その場所ら辺に屋台があるわけよ。だから、ちょっとね、盆踊りをずっと踊ってやると、あっちの屋台ができないよね。ちなみに、まあ、これがですね、バス停の駅だね。バス停の駅のところに、これ電池があるから、まあ、多少、鉄が濡れてもまあいいから、ここでいいかなって感じ。同じやつ、エンドレスを売られるんだから、まあ、朝11時まで、なんかエンドレスっていうのもどうかな、どうかな。まあ、早めに切り上げて、まあ、帰りますわ。それ5条目まですごい遠いんで、あとはね、まあ、今年は、まあ、誰もって宅天使受けて、離れして終わりって感じですけど、帰ってくるのはまずないと思うので、そんな感じです。あと、溜まってるブログとか早く更新しちゃった方がいいのかなっていう感じなんで、部屋に入っていきます。では。7時半からちゃんとやるらしいです。今ね、
松明の火をつけているんだな。あの灯油の多分ペットボトルだと思うんだけど、すげえ無理やりつけてるから煙がすごいよ。煙がすげえよ。しこたま濡れたからね。これでもね結構強行するような感じだね。ここには火はつくのだろうか。はい、今林が始まって多分メインのあっちの有料の席のところから真ん中らへん、まあ、屋台村のところらへんから、まあ、踊り子さん来てんだろうなっていう感じ。大体まだ踊り子の人来てないですよ。ここに火がついてないですけど、しこたま濡れてるからなんか無理やり灯油かけてね、ボワーッと燃やしてるけど、灯油かけないと燃えねえわ。もうしこたま水が浸透してるからな。さてやってみましょうか。あ、全然まだ始まんない。踊り子さん来ないからな。まだまだだ。なんか今もう始まってる臭いですけど、真ん中から来るのかな。ちょっと重いかな。ここバリバリあれ踊り子さんの入り口なんだけどね、一人も踊り子さんがいないんで。全く分からん。なんかいつの間にやら来た。そう、わさわさっと来るのと思いきやしれっと来てる。あ、なんかねすごい至るとこからなんか出てきてる。多分町民の人なのかな。踊り子さんの出入り口のところでみんな列になって入ってくるかと思いきや入ってこなかった。しれっと入ってってるけど、あ、ちょっとまだ分かんないな。はいはい。まあ、町内の人が順々に出てくる感じだね。なんかいつの間にやらいたり僕らが来たりしれーっと。始まって序盤ですね。まだまだ全然トリオ踊り子さんが埋め尽くしたと思いきやなんかそうでもないくらい。